こういう場所は一箇所ずつ細かく探索しないと。あったから、あったから、キラキラ、あったから。え、メイの姉ちゃん、なんでそう思うの？あれ、そう？宝箱探しに夢中だったから方向はあんまり気にしてなかったよ。メイの姉ちゃん、ここの道は複雑すぎると思わない？くねくねしていて混乱しちゃう。何か見落としてないか心配なの。初めて来たところだし、隅々まで探索しないと。何しら私はここにある全ての宝箱を漁ることを目指しているから。でもメイの姉ちゃんの言う通りかも。この邪魔な垣根を乗り越える方法があればいいんだけどな。あ、そうだ、ビルビーの姉ちゃんの万能鍵が役立つかも。ただ別のところに置いてきちゃったんだよね。そう、ビルビーの姉ちゃんがくれたの。すべての鍵穴に使える鍵、仕入れの時はかなり役立つんだ。もちろんその見返りとして、ビルビーの姉ちゃんが何かを必要としている時は優先的に手伝わないといけなくって。見ればわかるよ。さあ、こっちだよ。迷いの中で歯を観察し、ビルビーの姉ちゃんの羽を拾う。結構役立つと思うよ。うんうん、これでメイの姉ちゃんも私と探索する理由が一つ増えたね。自分の名前を忘れても品物の隠し場所を忘れることはないから、これぞ商売人の素質ってやつだよ。お金に難癖をつける人なんていないよね。見下ろすと空に立っているような気分になるんだ。いっそのこと空中庭園と呼ぼう。
の姉ちゃん、どうしたの？え、メイの姉ちゃん、どこに行くの？待ってよ！迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。先陣一つ、私弱いし。あ、でもメイの姉ちゃん、このカード前のと違ってるよ。このカードって他の使い方があるのかな。どうしてここにあるんだろう。そうだよね、もしかしたらビルビーの姉ちゃんがカード隠しに使っているとか。今後こういうのを見つけたら入って調べてみよう。あははは。とりあえず鍵を取りに行こう。すぐ先だから。大切にしてた何でも解決できる万能鍵だよ。フックなんかじゃないよ、正真正銘の鍵。見くびっちゃダメだよ、普通の鍵と比べたらずっと使えるんだから。名付けて万能仕入れツールだよ。ああ、そっちの方は道端で拾ったんだ。使えそうなんだけど、どうにもこうにも直せなくて、一旦ここに置いておくことにしたの。それより、鍵もあるし、邪魔な垣根をとっとと処理しちゃおう。さあメイの姉ちゃん、早く行こう。宝箱が私たちを呼んでるよ。メイの姉ちゃん、今度そういう危ないことをするときはその前に一言教えてくれない？心臓に悪いよ。
うわー、やっぱり思ってた通りの大収穫。空振りしなくて済んだね。メイの姉ちゃんの分もあるよ。ひどい扱いなんてしないから安心して。どれどれ、どんなお宝があるんだろう。よしよし、悪くない収穫だね。ここは広いからまだお宝がたくさんあるはず。お宝探しは得意だから全部見つけ出せるって保証できるよ。メイの姉ちゃん、また時間が空いてるとき一緒に探索しよう。目指すは宝箱じゃなくて奥のエリア。以前ここに来たのはいつのことだったかしら。相変わらず真っ暗ね。それなら私が明かりをつけましょう。いつも通り来訪者に試練を与えるのが好きなのね、アポニアさん。あなたはエデン？聞くまでもなく、訪問者は私だと知っているはずよ。そうでしょ、アポニアさん。私たちは宴を見届けた者。そしてあの夜、共にある友を失った。もしくは神聖を見届けたとも言える。だからあなたは楽園にあそこを残したのね。それもこんな奥に隠すなんて。エデン、私たちには捨てがたい感情がたくさん残っている。思い出したい過去も山ほどある。あなたがかつての音楽に浸水するように、私にもこの長すぎた茨の道を安置する場所が必要なの。エリは反応から察するに知っているのね。ええ、わがままだとはいえ、あなたも知っている通り、エリシアのことだから、た時は喜んで受け入れたようだった。アポニアさん、私はあなたを尊敬してる。だからあなたとエリの選択を尊重するわ。知ってる？みんな私を与えるもの、あなたを受け入れるものと呼んでるの。受け入れるもの。彼女が去ってしまったことすら受け入れられない私が、なぜそんな名を？あまり言いたくはないけど、確かに事実とは真逆なのかもしれないわね。私こそが偏愛を受け、
運命の愚弄を受け入れた方なのかもしれない。そしてアポニアさん、あなたは、あなたこそ本当の与えるもの。戒律を与え、希望を与え、進む道まで。みんなが目にしているものは真の姿ではない。あの夜に起こったことと同じね。かの者の行く道は他者が目にする道ではない。エデン、私たちが今まで守ってきた秘密はもうすぐみんなの前に明かされる。それは新たな予言なの、アポニアさん？いいえ、これは私の願い。願いね。あなたの口から聞くのは初めてだわ、アポニアさん。あなたまでメイさんに変えられたのね。楽園に変化をもたらしてくれるものは喜んで受け入れる。彼女にはエリシアと同じ意図がある。エデン、鍵は持ってきた？ええ、もちろん。ずっとそばに置いておきたかった。私たちはそのつもりでいたはず。鍵が揃った暁には水晶の花が再び咲き誇る。エデン、あの歌をもう一度歌ってくれる？ええ、それも私の願いよ。その時は全員で一緒に聴きましょう。彼女が大好きだったあの歌を。はーい、メイ、こっちこっち。お待たせ。安心して、全部片付いたから。今なら邪魔は入らないわ。あなたの方はどうだった？他の人と会えた？それなら、メイもきっとワクワクしているんでしょう。そうよね。はいはい、歩きながら話しましょう。第13律者について知りたいのよね。わかってるわ。この話は少し長くなるの。どこから始めようかしら。やっぱり順序よく最初から話すわね。ヒオオーガに入った時の話から始めましょう。来て、いい場所に連れて行ってあげる。私の乙女心が繊細で敏感だからかもしれないわ。次からは小道を通っていく？どうする？万世の風をまとい、迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。刀は鞘から出た。
とりあえず楽園のデータ室と呼んで。どう？なかなかわかりやすい名前でしょ？メイみたいに鋭い子ならタイプライターのところにある資料を読めばわかると思うわ。あら、声にしない方がいいわよ。ケビンはその秘密をあまり見せたくないみたいだから。第三者に知らせるのはおすすめしないわ。ええ。追憶の皿の記録は誰かによって書かれたものではないのよ。このタイプライターで英傑たちの記憶を文字へと直接変換するの。客観的、かつ公正にね。もともとは他の場所に保管していたのよ。ここまで運んでくるのに手間がかかったんだから。その通りよ。そうでないと客観的かつ公正ではなくなっちゃうもの。何せここからの話は少し長くなるから。何がどうであれ、あなたの答えが自身にとって納得がいくものであってほしいの。ああ、それはもう一人の友達に頼まないと。さて、あなたの出番よ。じゃじゃーん。データ室の管理者の妖精さんよ。まさか、実は13英傑に14人目がいるっていう展開を期待してた？私をどれだけ信用してないの？かわいいでしょ？何せ私をモデルにして作ったんだもの。私と同じように聡明さと美しさを兼ね備えているのよ。全部で13体あったの。全員にあげようとしたんだけど、結局エデンとアポニアしかもらってくれなくて。メイが欲しいならまだまだたくさんあるわよ。それはメイがまだウェイクワードを言っていないからよ。今はまだスリープモードなの。メイは照れ顔も最高に可愛いわね。先に言っておくけど、起動方法はそれしかないわよ。それはメイ次第よ。けど真実を目の前にして本当に諦めちゃうの？ん？何？あら、どうしてかしら。そうね、声が小さかったからとか？多分聞こえなかったのね。もう一度やるしかないわ。あら、プログラム起動中。システムセット完了。人格ロード完了。私はフェアリーランドの妖精エリよ。大切なあなたと出会うためにやってきたの。あら、せっかちなのね。まだ挨拶もまともにしていないのに、もうか弱い妖精をこき使うつもりなの？しょうがないわね。何せ私は優しい妖精だもの。じゃあこの楽園データベースインフォメーションコレクトコントローラーインタラクティブ出力、じゃあこの不思議なタイプライターについて紹介しちゃうわね。このタイプライターは楽園のあらゆる情報を抽出できるの。だからデータを指定しないと最近起きた大きな出来事自動的に印刷するのよ。
それは少し難しいの。説明より実際やってみた方が早いかも。さあ、問題を入力してみて。あら、ずいぶんと単刀直入ね。質問が曖昧すぎたのよ。データを文章としてうまくまとめられないの。適切な答えを必要とするならエリシアの人生そのものを出力することになるわ。それじゃ読み切れないでしょ。タイプライターが書けるのは事実だけ。それを忘れないでね。それなら簡単よ。彼女がこうして手をタイプライターに乗せれば。こう？ええ。こうすればタイプライターは自動的に彼女にまつわる一つのデータを印刷するの。それに優先的にあなたにとって価値のあることを選んでくれるわ。本人でさえ何がプリントされるかわからないからワクワクしちゃうわね。あ、出てきた。どれどれ、どんな思い出かしら。メイ、ちゃんと読んでね。何せ私の物語なんだから。おはよう。新しい一日は美しい出会いから始まるのよ。まずは体重を測りましょう。新しい一日、美しい一日、ファイトよエリシア。起きて服を着る前にまずは測って、よし、データを削除しましょう。出かける前に鏡を見て、身だしなみ OK、 前髪 OK、 笑顔 OK。 ええ、今日も素敵な一日になりそうね。グッモーニング、エリー、今日も早いね。おはよう、エイシャ。今日も綺麗ね。新妻はやっぱり一味違うわね。おはよう、エリシア。後で訓練場で会おう。ああ、さっきモデルみたいな男の人を見かけたと思ったら、あなただったのね。おはよう。おはよう、エリシア。おはよう。会えて嬉しいわ。さっきのは誰だったかしら。まあ、先に挨拶しておきましょう。よし、今日はもう少し上の難易度に挑戦しましょう。まずは飛べる敵ね。なら今日は弓。次は重いやつ。懐かしいわね。少し前に上空で見かけたことがあるわ。私の気持ちちゃんと受け取ってね。でもあいつらってば20メートルもあったのよね。等身大で復元したらどこに置けばいいのかしら。あら、今度は見たことのないお友達ね。メビウス博士がまた新しく発見したものを勝手にアップロードしたの？ピンクな気分になってみない？またとても簡単だと。叱られたのにまだ懲りてないのか。来たのね、カン。仕方ないじゃない、本音なんだもの。話は率直に。
それが火を追うがのポリシーでしょ。ちゃんと守っているのよ。他のやつはせめて2週間前のものをそのまま映すぞ。お前の場合全部その一言だ。突っ込みようがない。しかし舞台の人気者のお前なら上も叱りはしても別にどうもしないだろう。まさかあの時兵士たちによってオストクから連れてこられた小娘が今となっては彼らの模範になってるとはな。それとこれとは別でしょ。私はちゃんと希望して選考を通過して火を追うがに入ったんだもの。完全に私の実力よ。それに私なんて全然模範じゃないでしょ。なってたらとっくに火を追うがのバッジをピンク色に変えてるわ。勘弁してくれ。ピンク色のバッジ俺に亡命しろというのか。不服なら私を超えてみたらどう。俺の出番はなさそうだけどな。ほらお前のライバルはすでに現れている。1位は見たことのない名前ね。新入りなの。俺も会ったことはないな。そういえば最近変わったやつが入ってきたんだ。加入した理由は彼女さん。面白いだろう。ひょっとしたらそいつかもしれないな。あら、なんてロマンチック。彼とその彼女さんと会ってみたくなったわ。今晩は組織の伝統の夜だろう。新入りなら欠席しないはずさ。そんなに興味があるならパーティーで探してみたらどうだ。それならちゃんと準備しないといけないわね。ダンスパーティーコーディネートは十数通りも考えたけどやっぱり試着しないと決められないわ。どれにしようかしら。華麗なものだとこのトレインスカートとか、優雅なものだと背中を見せるこのドレスはちょっと大胆すぎるわね。あら誰？もう時間なの？エリシア！あら、メビウス博士だったのね。また目の下にクマがあるわよ。二日前よりもひどくなってるみたい。ちゃんと休まないとダメよ。二度と変な服を私のクローゼットに入れないでちょうだい。もう、メビウス博士ったら相変わらずテレ屋さんね。せっかく衣装を用意してあげたんだから、たまには違う服を着てもいいのに。ん？この服は、ええー、いい案だわ。これでパーティーに参加しましょう。ここの食事はすごいね。訓練学校よりずっと美味しそう。見て、シャンパンもある。何を考えてるの？未成年者もいるのにお酒を置くわけないでしょ。炭酸水よ。つまらない。ドリンクはいかがでしょう。ありがとう。つまらないって言ったのはどこのドイツよ。お礼はいらないわ。たくさん食べたから喉が渇いたでしょ。はい、ちゃんと受け取ってパーティーを楽しんでね。さて、例の新入りはどこにいるのかしら。わあ、火を追うがのパーティーは本格的なんだね。ドリンクを配るメイドさんもいるんだ。私のことを知らないなんて、きっと新入りさんなのね。でも、私が探してる相手は、あの名前だもの、男の子よね。あのメイドさんはどう見ても、実力がある戦士だな。この人はオーラがあるわね。でも新入りには見えないし、他の基地から派遣された人かしら。あら、女の子同士で話をしてるわね。邪魔はしないでおきましょう。でも紫色の髪の女の子、綺麗ね。覚えておかなきゃ。やっぱりデータ室に潜入して直接見た方がいいと思う。もういいよ。成り行きに任せることにする。外の状況はどんどんひどくなってる。もう3回目だ。
このままだといずれごまかせなくなる。そんなことを心配して意味はあるのか。お前が心配する番でもないだろう。ほら、彼らのようにすればいいじゃないか。問題を忘れてさ、祝えばいいんだよ。何もなかったように。疲れた。そもそも来たくなかったんだ。戻ったらまた仕事とか。一体何なんだ。あれしかないだろ。第一研究所の所長が言ってたんだ。4回目もそう遠くないって。な、あ、危ない。え、あ、ごめんなさい、ぼんやりしててぶつけちゃったわね。いや違う、僕のせいだ。こんな場所に突っ立っていてごめん。邪魔だったね。ドリンク服についてない？大丈夫。ほら、僕がグラスをキャッチしたから。炭酸水ありがとう。ちょうど喉が渇いてたところだったんだ。あら、反応が早いわね。普通の兵士には見えないわ。優れた戦士をたくさん見てきたけど、彼らと比べてもあなたの身体能力は超一流よ。もしかしてプロのスポーツ選手とか？褒めすぎだよ。数年間バスケをしてただけだから。数ヶ月前まではまだ学生だったんだ。ああそうだ、紫色の髪でメガネをかけてるかもしれない女の子を見かけなかった。彼女を探してるんだ。なんだかごめん、ここに入ってきたばかりで、こういうパーティーも初めてだから少し緊張してるんだ。気にしないで。大丈夫よ、紫色の髪の子ね。彼女なら見かけたわ確か。わかった、ありがとう。そうだ、ここまで話したのに自己紹介がまだだった。失礼すぎたね。僕はケミン、火を追う蛾の新兵のケビンだ。君は？そうよ、懐かしいわね。あの頃の私たちはまだ若かったわ。今の私もまだまだ若いけれど、ケビンは結構変わったのよね。だって知り合ったばかりの頃はまだ女の子を喜ばせる方法を知ってたもの。もう一人の男性じゃなくて、彼はコンっていうの。知らなかった？まあ、それは私自身もよく覚えてない過去のことよ。あの頃はまだ小さな女の子だったから。オストク51。そんな名前だったかしら。私が生まれた場所だったみたいだけど、あまり実感がないの。故郷が嫌いとか、そんなんじゃないのよ。本当に小さかった頃の話だから、唯一覚えてるのは、火を追う蛾が私を連れ去ったことくらいなのよね。もちろん私だけじゃないのよ。火を追う蛾は多くの村人を連れ去って何かを調べようとしてた。けど何も発見できなかったから結局みんなを戻したの。その件は記録すら残ってなかった。メビウスの話によると最終的に勘違いで終わったそうよ。がっかりよね。自分の出身地には私も知らない秘密があるかもしれないって期待してたのに。その後は普通よ。私は徐々に成長して美しい少女になった。ヒヨウガと再び開口し、運命の歯車が回り始めたの。その後の話はメイも知ってるでしょ。安心できないというのなら確認してもいいわよ。大丈夫だから。これでメイも分かったでしょ。私がごく普通の美しい少女だってこと。なんと言うべきかしら。それは多分
一歩ずつという過程なのかもしれないわね。君がそんな表情を見せるとは珍しい。スー、とこしえの楽園、ここの景色を見ると昔のことを思い出してしまう。ここに来る途中、エデンのポスターを目にしたよ。あの頃僕たちは彼女のコンサートを一緒に見たんだよね。ああ、随分と前のことだ。そう、本当に昔の話だね。何を考えているんだい、ケビン。あるいは何かを思い出したのかい。昔のことだ。彼女に関する昔のことだね。ああ、誰もがみんなこれほど純粋な心の世界を持っているわけではないよ。だが彼女はいつもこうだ。君がそんなにストレートに彼女を褒めるとは珍しいね。いつも君はエリシアが奇想天外なアイデアを口にするとき反対するものという役割を担っていた。だから彼女はよく僕のところに来ていたよ。僕を通して君の本当の考えを知りたくてね。彼女は適当に話題を作っただけだろう。いつもそうだ。僕は彼女の奇想天外なアイデアを否定したくはなかった。ただ時間は僕たちに夢を現実にする機会をそう多くは与えてくれない。だけどこの楽園の中では僕たちはもう末日のカウントダウンに縛られることはない。叶えられなかった願いを形にする機会すらあるんだ。そうかもしれない。ケビン、君は変わらないね。どうかしたのか。他人に打ち明けられない悩み事があるたびに君はそんな表情で遠くを見つめる。学生だった頃は屋上、火を追う蛾に入った後は廃墟ビルの最上階だった。スーはごまかせないな。精神感知型として自分の力を使って他人の考えを知るのは難しいことではないよ。でも僕はそうしたくない。僕のポリシーに反するからだ。悩みを打ち明けるかどうか、助けを求めるかどうかは相手自身が決めるべきだ。特に君だからね、ケビン。できれば医者や戦士としてではなく友人として君の悩みを聞き助けたい。ありがとうス。僕を心配してくれているのは分かっている。君の言う通り、記憶体としての僕たちは確かに本物の僕たちが成し遂げられなかったことを実現できるかもしれない。そのことについて僕自身にも考えがあるんだ。まだ公にすることはできないが、必要な時に真っ先に君に知らせることを約束しよう。僕に約束する必要はないよ。親友同士でも話さないことはある。僕はただ君が助けを必要とした時に何があっても手を差し伸べる相手がいることを思い出してほしいだけだよ。あ、覚えておく。さあケビン、あとは君一人でゆっくり考えるといい。君にはそういう時間が必要だろう。エリシア、あの時の君、そしてあの時の僕たちには本当に他の選択肢はなかったのか。もし僕がもう少し早く君の本当の目的を見抜いていたら、僕たちは違う結末にたどり着けていたのだろうか。封じられた秘密。
メイ、あなたは本当に全てを変えられるものになるの？これは絵の具？グレイシュもここに来たの？グレイシュったら、あちこちで絵を描く癖はまだ治っていないようだ。あちらに行ったの？ほら、宝探しなら私に任せてって言ったよね。子供にとってここは夢の世界に見えるだろうね。来た甲斐があった。どんなお宝が入ってるのかな。グレッシュ、模写をしているの？あ、アポニアお母さんだ。感じてるの？感じてるの、物語を。ああ、あの壁画、グレッシュ、何が見えたの？まだ見えてないから感じたいの。絵筆と絵の具を通して。あの絵変わってる。嬉しいのに悲しい。白いのに黒い。それはそういう絵だからだよ。アポニアお母さん、あの絵のことを知ってるの？ええ、よく彫刻するから、壁画などの作品とも少し縁がある。あれは、とてもとても古い歌だった。ある日、それは空から落ちていった。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。とても悲しいね。ええ、命というのはそういう悲劇を繰り返すものだけど、悲劇だからこそ残した痕跡はこれほど美しく輝いている。私、複雑なことはよくわからない。でもあの絵は好き。あの絵に描かれてるのは星なのかな、アポニアお母さん。私、雲が好き。星空が好きなの。星たちと一緒に暮らす方法とかはないのかな。わからない。子供はみんな星空を見上げることが好きだ。でも徐々にその視線は星々を通り抜け、深水へと向けられるようになる。その過程を私たちは成長と呼ぶ。だからコズマは成長が嫌なんだね。ええ。でも感じるの。あの絵を見てると感じてくるの。それは私たちを気に入ってると思う。
その質問の答えは箱舟次第、うん、そこまでだアポニア。コズマ止まれ。それが今のあんたのすべきことだ。